こんばんばは、えー。2020年4月11日、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学です。えー、本日は、正、えー、の数、負の数、1、発想の導入ということをしたいと思います。で、えっと、えー、あのこのウェブ朝倉学校の方針なんですが、えー、当初、数学15分ぐらいで、理科15分ぐらいという。 話をしてたんですが、やはり数学がやっぱ根幹だろうということと、結構あの数学を丁寧に説明するためには準備に時間がかかりまして、理科は33。55というか、その準備ができ次第やる形にしまして、基本的に数学は必ずやる形にしますので、本日も数学だけにさせていただきます。それではえっと正の数負の数で実はえー、っと1昨日まで円をやっていて。 まあ、えっとこんな形であのここに、まあ、円と三角形を重視していくという話をしてたんですが実はすでに私あのこれまで何回かシリーズの中で円についても他にもう出し YouTube にアップしているものもありまして三角形についてもそれぞれアップしているものがありまして、えー、それをやるよりはあの やはりズバリ中学校1年生が最初に学ぶ、まあ、これ、まあ、船橋で使ってるやつとは若干違う教科書なんですがあの、えっと、この数学の1年生の導入にある正の数負の数というのをやろうというふうに思います。で正の数負の数というのは実は非常に、えっと、簡単そうに見えて深い世界があるのであの本日はその第1回目ということでやりたいと思います。 でまず私たちが今、こうして学校になかなか行けない状況になっているのは、まあ、コロナに対策ということですけど、まあ、コロナを超える数式ということで、えー、5, 5、6、7を9と9で割ると7になるとコロナ、えー、苦労と苦闘でのり割って乗り切れば幸せの数字7になるということで共に頑張っていきましょうそれでは、えっと、性の数と負の数ということなんですが 中学では、小学校までは正の数しか扱わないんですけど、えっと、負の数まで拡張します。で、正の数は0より大きい数ですね。で、5という整数もあれば、3分の1という分数もあれば、2.5という小数もありまして、で、それと0があって、0より小さな数のことを負の数というふうに言ってるんですね。負の数、0より小さな数。で、 えっと、0より小さな数の負の数は必ずマイナスという符号をつけます。マイナス5、マイナス3分の1、マイナス2.5。で、えっと、小学校でやってきたときにはこの5の前にプラスという記号はつける必要なかったんですね。えー、それ足し算の記号として足すはあったけど、プラスという記号はつける必要なかったんですが、中学校になると必要に応じて5と表記することもあれば、プラス5とか、 えー、プラス3分の1とかプラス2.5と表記することもありますさて、えっと、プラスを正の符号プラスサイン、えー、マイナスを負の符号、えー、マイナスサインと言ってますこのプラスマイナスはそれぞれラテン語でより大きいより小さいというような意味合いですそれでは次なんですがあ俺これも違うやつが入った えっと、整数、インテガーと、えー、自然数ということを整理しておきたいと思うんですが、えー、特に、まああのー、分数でない数字ですね、1、2、3、4というふうな数字を、負の方にも拡張しますので、マイナス1、マイナス2、マイナス3という数字、マイナス4、マイナス5という数字が出てきます。でこれを、えっと、負の整数と言います、ね、ネガトビ、インテガーで。でえっと正の整数が1、2、3でありまして、0、0。この 負の整数と正の整数と0を合わせたものが全体で整数というふうに言っていますで。その整数の中で特に正の整数だけを自然数というふうに言っています。ナチュラルナンバーですね。もういわゆる普通私たちが、あのー、最初に物を数える時のき、えー、番号がこの自然数です。さて他の言葉についても整理しておきたい。まあ、英語もつけて整理しておきたいと思うんですが、偶数、イーブンナンバー、奇数、オッドナンバーですね。 で素数プライムナンバーと言います1とそれ自身自身の自身が間違ってますけどそれ自身以外に約数を持たない2以上のし自然数ということで2 3 5 7 1 1 1 3 1 7 1 9というふうにありますさてそれではえっと身近で使われてる負の数というのが実はえっと私も教科書を何回も読んで 読みましたしたこれ、教科書の一例ですけど、あの中学生にも何回も、この正の数と負の数を教えて、えー、教科書のラインを基本的に紹介しながら、しかし、教科書では私なりに不足すると思うところの視点を加えながら、今回解説をいたします。でまず、教科書にこれまさに載っている例なんですが、あのマイナスの数で身近な数は、まあ、一番分かりやすいのは気温ですね、マイナス12度。 北海道なんかマリアナ海溝の水深は、えーまあ、1万 1034m とでこれはマイナス1万 1034m という表記もできるんですそれからこれちょっと現実生活的な話ですけど個人経営のお店の10月の収支は1万円赤字だったとどうも10月は売り上げが20万で、えー、事務所の経費が10万まああの 水耕熱費とかバイトの給与が全部で21万かかっちゃったんで1万円赤字だった、まあ、赤字との数マイナスで書きますよねこういうような数字がありますさてこ,れこの時のマイナスっていうのはそれぞれ何を基準にしてるんでしょうかそれぞれの0はどこを基準に考えてるんでしょうかちょっと考えてみてください 気温の基準は何か、えー、そして海溝の深さを言っている時の基準は何かそして店の収支を言っている時の、えーまあ、基準は何かということで気温の基準は氷の融点ですね氷が水になるときの融点を0度として0度 C として、まあ、それを基準に考えていますで海溝の深さは基準を海面としまして海面よりもこれだけ低いということですね、えー、さてで 個人の店の10月の収支は、まあ、9月末時点のお金と持っているお金からすると、まあ、20万稼いだけど21万使っちゃったので、まあ、1万円赤あのちょっと9月の末よりも減ってしまったということで9月末時点をゼロとみなしますねところがこれは基準の持ち方によりますので基準を変えると値も性のの数も変わってきます例えば えっと、実は絶対度度という温度があるんですねあのこれは、えっと、物質の分子運動が完全に停止すると言われている温度がありましてこれマイナス273度なんですで、えー、マイナス273度以下に実はまあならないんですねでこれのことを絶対零度と言ってます絶対零度からするとマイナス12度だって実,実は261ケルビンって表現をするんですが 結構プラスの値絶対零度を基準にするとプラスの値なんですね200それから海溝はあのーまあ、あの海面を基準にするとマイナス 11,034m だけど地球の中心が基準と考えると地球の中心って 6,500km、えーまあ、奥底にありますのでそこからすると。 1>, まあ 1, 1キロ地表よりもあの浅いだけですのであの深いだけですので6 4 9 9ルということになります、これプラスになります、プラスになりますそれからこのお店も、まあ、8月ぐらいは非常にちょっと収支がよくあの非常にまあ黒字があって、まあ、3月末を基準にするとまあ5万円ぐらい黒字かもしれないということで実は基準を変えると値も性のふも変わってくるんですね。でこれが実は 視点として重要なのでと、えー、ということですでなぜ中学の教科書で、えーまあ、この気温と海口この2つが大体中学の1年生の教科書で出てるんと、うん、いうことなんですが、まあ、これは身近で、えー、なおかつ、まあ、世の中的に0度というのは常識だし、まあ、水深海面の深さを、うん、あの海面の高さ0度とするのは分かりやすいということでこの2つを例にしてるんですが。 あのちょっとそれだけでは不足するかなということで、ちょっとあの話をしていきます。さて、でえっと、まず、生徒の数と負の数を導入した後の計算なんですが、あのこういう形になります。はいまあ、2たす3が小学校でやったように5ですね。まあ、プラスという大あの、えっとねえっと、中学 こ以降は、まあ、足すとか引くという表現はせずにプラスマイナスという表現します。2プラス3が、えー、5ですねで2マイナス3は、えー、マイナス1になりますでこのここら辺の初歩の計算はあるちっちゃなお店の収支、えー、という10月2万円黒字で11月3万円赤字だったらまあ合わせて 1, 1万円赤字だってことがかりますねでこれ逆ですあの 10月2万円赤字で、11月3万円黒字だったら、1万円プラスだろうと。で10月も11月も2万円、3万円赤字が続いたら、マイナス5万円、5万円赤字になる。まあ、これはなんとなく、このお店の収支で、えー、イメージできますね。さてで、この計算の法則なんですが、これ、ここら辺のお店の収支でイメージできる数字なんだけど、パッと数字が出たときに、 その計算できるようにするためにはあの原理がこう符号が同じ場合2たす3というのはプラスですねプラス同士のたしあの合わせる場合には5になるそしてそのままプラスのまあプラス5と書いてもいいんですけど5になりますでマイナス同士の場合には2と3を合わせた5でもそれがマイナスの方向に5ということで同符号で和になりますで2、えー 2, 2黒字でその後3赤字だったあるいは2赤字でその後と3黒字だった時にはこの差になるんですね2と3の差である1になりますでどっちが強いかこの赤字の方が強い時にはマイナスがなりプラスの方が強い時には大きい方の符号2か残りますということです さて、それでその次なんですが、えー、中学ではこの計算が出てきます2マイナスプラス3カッコプラス32プラスマイナス32マイナスマイナス 3, 3でこれも実は記号操作のやり方をしているとマイナスプラスの時にはマイナスすればいいプラスマイナスの時にはマイナスすればいいマイナスマイナスの時には、えー、否定の否定みたいな感じでプラスになるというふうに考えればいいんですねさてじゃあ掛け算はどうかということなんですが掛け算は 2×3 は6 これは、こ,れもこの上2つはそのお店の収支モデルでできるんです二 2, 2万円の黒字が3ヶ月ついたら11、12月と3ヶ月ついたら6万円の黒字ですねと2万円の赤字、マイナス2万円が3ヶ月ついたら、まあ、マイナス6万円の赤字ですねということですねところがそのお店の,その収支モデルだとこれが、この計算がよく分からなくなる。 2万円の黒字がマイナス3ヶ月続いたらって何だろうと。でこれ、マイナス2万円、あ、これ2、2万円の黒字、2万円の赤字がマイナス3ヶ月っていうのは、ちょっと日常生活的にはわかりにくいですね。まあ、一応、演算としては、マイナス×プラスの場合にはマイナス、マイナスるあ、プラス×マイナスの場合にマイナス、マイナスとマイナスをかけると、まあ、否定の否定みたいなもので、まあ、プラスになるんですね。まあ、計算としてのコツを押さえれば、 まあ、できないことはないんですけどこのマイナスかけるマイナスの意味って何でしょうかこれを多分多くの中学生が、まあ、9割ぐらいの中学生はよく意,意味わかんないけど、まあ、計算のやり方だけ、えー、知っておけば、まあ、できるから、まあいやまあ、それで納得しましょうということにな,なっちゃってるんですけど,けどやっぱりここら辺の深い意味を考えていった方が面白いんですね数学っていうのは。ということで実は。 えー、計算の意味がよくわかんないけど、えー、計算はできてしまうという経験を小学校の時に実は多くの小学生がしておりますなんか思い当たるでしょうか小学校の計算の中で特に意味が不明だったものって何ですかこれ分数の割り算って、えー、意味わかりますか分数の割り算まず1割る4が4分の1というのは、まあ、ピザを1つのピザを4人で割れば 4分の1ずつ食べられるということとでで納得できますねところが1割る4分の1は、えー、分数の割り算はひっくり返って掛け算をしなさいということで 4, 4とできるんだけど4分の1で割るって何でしょうか ?4 分の1で割るって。はい、でこれ実はあのぜひ皆さんあの 今時間がある時ですから宮崎駿監督のジブリ映画の「思い出ポロポロという映画を見てみてくださいでこれはあのー、都会で働いてた、えー、OL が、あのーまあえー、ちょっと思い立って仕事を一旦休んで、えー、田舎に行くんですねそして農業の手伝いをするとでその中で出会いがあって、まあ、変わっていくというような話であまりネタバレすると良くないんですが、まあ、そういう話なんですけど ほのものとすす。る話ですで、その中にこういう場面があるんですね、あのその主人公の、えー、女性が、えー、まあ、こう、ちょっと、あ,の、まあまあ、あまりに、ね、触りはよくないですね、まあ、男性と話すんですけど、えーっとね、え何々さんあの、分数の割り算でつまずいた人は人生もつまずくっていう話、知ってますっていう、 話なんですねで、えー、何かというと分数の割り算をまあ意味は変わらずにひっくり返って掛け算すればいいというやり方だけでなまあ、スルーできる人はうまくいくんだけどその主人公はここでつまずいちゃったんですね。なぜ分数の割り算っていうのがここうひっくり返ってかけ算としていいのかわからないことでピザモードで一生懸命考えるんですね。という場面が出てきますのでまあ算数を考えるヒントとして。 考えてくださいでこれ実は私すでに1回発信した内容なんで2度目の方もいると思いますがじゃあ分数の割り算の意味を考えてみましょうはいでまず掛、えー、け算の意味を考えてみましょう2る3っていうのはまあよく面積モデル縦2と横3のまあその、えー、なんだタイルを縦に 2, 2列横3列に並べると6枚ですねということですでもこれは別の表現するとえー、っと 2枚のタイルを3つ並べると6になると。つまり、2を3回足すと6になると。掛け算は足し算で示すことができるんですね。これ2を3回足しまして6になる。と、2を3回足すと6ということですで。2を3人が持ち寄ると6になるという表現もできます。じゃあ次、6÷2 を考割り算の方を考えてみましょう。6÷2。2 ピザモデルだと 6÷2 をこうスパッとこうに切っちゃって、まあ、割るというまさに割るというイメージなんですがちょっとそ,それだと実はそれ以上進まないのでこの掛け算が足し算で示すことができるということを応用してこの割り算を何か別の方法で示してみてください YouTube 見てる人は止めて考えてみてくださいはい答えいきます で実は掛け算は足し算の繰り返し回数という、えー、2を3回足すと62を3人が持ち寄ると6という表現できるんですけど割り算は引き算で示すことができるんですね6を 2, 2を3人ずつ、まあ、3人ずつ2を持ち帰ると、まあ、なくなると持ち帰ることができるということですねでこれもうちょっと、あのーまあ、別の表現すると6 6の中に2は3個あるという意味なんです。そういうふうに割り算を捉えると割るという言葉のイメージが強すぎてピザモデルが強すぎて割り算混乱しやすいんですが何々の中に何々は何個あるという発想をするんですねで。そうすると実はこれもできるんです。1の中に4分の1は何個あるか。 1>, 1の中に4分の1は4個ありますねということですということでまあそれを別の表現すると1から4分の1ずつを1人ずつが持ち帰ると4人が持ち帰ることができるとで1の中に4分の1が4個あるというふうに考えられるんですねだから割り算の意味も、えー、ちょっと,、えー、と割るというピザモデルだけじゃない別の発想を、えー、捉えるとよく意味が分かってくるさてじゃあ本題に戻ります で政府の数というのは非常に、えー、面白いんですね、えー。というのは、例えばこれ、学校があったとしましょう、で最近、職員室2階にあることが多いんですが、まああのまあ、なんていうかな、こう安全のため、職員が1階で、えー、と見張っているということで、1階に職員室が置いて、まあ、特別教室もここにあると、そして1、年2年、2年、3年が2階、3階、4階にあったとしましょう。 それで建物の階高はあの、まあ、ちょっとネットで調べたんですが、まあ、大体3メートルぐらいなするように作っているみたいですので、まあ、分かりやすいことで3メートルにしましょうでそして、えっと、その基準とする人から見るど,どれぐらい高い位置にありますかというのを考えると先生職員数に先生から見ると1年生は3メートル上なんですプラス3メートルで2年、まあ先生同士は0メートルですね。 そして1年生はプラス 3m、2年生はプラス 6m、3年生はプラス 9m あるんです。1年生からすると、先生はマイナス 3m、1年同士は 0m、2年がプラス 3m、3年がプラス 6m、2年生を基準にすると、この床を基準にすると、先生がマイナス 6m ですね。1年がマイナス 3m、2年が 0m、3年がプラス 3m。3年生を基準にすると、 先生がなんとマイナス9メートル1年がマイナス6メートル2年がマイナス3え3年が同じ3年同士が0メートルなんと基準によってか学年の基準によって政府も数も変わってくるんですね数学ってもっと厳格じゃないんでしょうかね数学って何かカチッと決まって絶対揺るがない数みたいな感じがするけどこ,これなんか基準によって全然学年によって全然その あの数が変わってくるこんないい加減でいいんでしょうかということですね。さてそれで、えー、これが明日への導入なんですが小学校で扱う数まあ扱う数は基準はないないということを基準にしてりんごが1個ありますりんご2個ありますりんごが3個ありますということで、えっと、最初ねこれまあ余談ですけどここ。 私、さっき絵描いたんですけど、ここに棒を1本だけ立てて、こ,このへたを描くの忘れたんですね。そしたらなんかダイナマイトに見えまして、これやばいと思いまして、まずいと思いまして、やっぱりこう描いて、こう描く、こう曲線でこう描くとリンゴらしく見えますね。さて、でまあ、こういう0、全く何もないことを基準にして3個ある、それに2個合わせれば5個あるということで、これ先生が見ても、 どの生徒が見ても、この絵は2たす3が5ということを揺るぎないですね。えー、ところが、中学、高校で扱う、これ、あ、ごめんなさい、こっち、こっちが数という、こっち、数、数といったわけですね、これ、ごめん数です。中学で扱う数、数は基準の設定により変わることがあり、個々人によって違うことがあると、正、父や負の数を数える数ではないという、ある高校で習う発想を使います。 えっと、実はあの高校に行ってから習う発想を中学1年生のこの「正の負のと数」の導入で使うとむしろ分かりやすくなるんじゃないかということで、まあ、その試みを明日やってみようと思います。まあ、もう一回まとめますよその、えー、まとめますと「えっと、正と負の数」の演算方式は決してめ大変難しいわけではなくて まあ、やり方の操作を,を抑えてしまえば分数の割り算をひっくり返って掛け算にすると同じ原理で、まあ、間違いない計算を間違えないようにはできるけど意味がスルーされてしまうとで意味を理解するためには実は中学の教科書で導入しているその発想だけでは不十分で高校でやるある方法を えー、でもこの高校である程度難しく思えるかもしれませんけどこれは実は日常生活密着で、まあ、言われてみれ,れば納得する内容なんですねで納得する内容で、まあ、中学生の皆さんに説明するとそれ高校の導入にもなるし同時に中学の意味わからずに計算だけでできるということを、えー、避けて、まあ、意味をがある程度若いかりながら計算できるようになるんじゃないかということで明日、えー それをやってみたいいと思いま,す、はい、まあ,あの今コメントで、えー、鋭い指摘がありましたけどこれ説明はあのー、100%、えー、や,やろうとすると、まあ、全ては無理ですのであ、まああのー、だいたいアウトラインのところを説明するとお考えください。えー、それではご清聴ありがとうございました。